デルちゃんめちゃくちゃいい店はもらえてたな。これが先決ですか。一次試験では早くなんとかするのじゃ。とかはめいていただけの女か。これが何回ようにをカイモルトラークされてなかった。ブライがしゃべるカットでをパイナップになってて話に集中できなかった。お、海外意外とあったんだねってなる。膨らんだ後正座するゴーレムでダメだった。このアニメの魔法使いみんなタフじゃない。だいぶやばいところ貫かれたけど、この子は助かりますか。この子がいないと辞書が開始前に積む。あのゴーレム回復までしてくれるのじゃ、すごいじゃろ。すごいけどなんか MMD へ動画の差を役に対。なんか前回トイーゴーレムがロリ誘拐してるように見える。実際はお守りだけど。あ、パイを強調するカット多かったね。のじょろりなの。あの口調で魔法の歴史とか語るからフリーレンより分かりやすいロリババアに見える。デカパイのじょろり感謝。やっぱイパイのキャラが増えてくるから試験編楽しいわ。こんなに存在感あったっけってなったのじょろり。髪の毛の話しながらハゲ写すのはやめろ、罰当たりな。ハゲの前で髪の毛髪の毛言うんじゃないよ。人の心がないのか。エーデルちゃん可愛すぎる。お嫁さんにしたい。俺がハゲならエーデルちゃんの盾になってゼンゼちゃんの髪で細切れになって一生記憶に残る思い出になれたのに。お、ファイもられたから16ぐらいかと思ってたのが20歳ぐらいにはなってんのかなと思ってきた。お、ファイを大きい子は13歳くらいから大きくなるので16歳でも問題ないよ。戦闘力ゼロなのかと思ったら意外と戦えるのじゃロリ。老成した喋り方と女の子っぽい服装のギャップがなんか癖になる。エーデルも戦闘盛られてるけど、ゼンゼもかなり盛られたな。打ち出された血液の初速は音速をも超える。俺はこのアニメ化の波に乗ってエーデルの絵知能が増えると信じている。エーデルちゃん主人公でお話を作ってほしい。仲間はレズカップル。戦闘魔法が大して使えないだけで戦闘センスはあの3人で一番高い女。この子含め一点特化だと視点の相性でかすぎる。この子はロリキョミュウでいいの。小さくて可愛いので私は好きですよ。メトーで被害者の会の一人。ブルジョワエピソードからするとラビーネとカンネと同い年くらいなのかな。ブルジョワじゃ。なんでの弱長なのか一切説明されない。の弱長はまあ方言なんじゃないのかな。人物紹介。エーデル2級魔法使い。精神魔法が得意。戦闘はちょっと苦手。クマさんパンに釘付け。クマさんパンツ。クマさんパンなんてどう考えてもクマさんパンツに誤認させるつもりがなきゃ出てこない単語だろ。後の黄金鏡における最優秀魔法使い。アニメ最新話のあれ致命傷じゃない。大丈夫。ゴーレムが治癒魔法をかけてくれるから大丈夫。この作品はスナック感覚で致命傷を。次の回では回復して平然と登場する。負傷は教会で治療してもらえばよっぽどひどくない限り割とすぐ治るからね。女神様の魔法ってやばいのが多い。これで名家のお嬢様でもないし、ヒゲとハゲは従者でもないという。ロリコンじゃ。別に付き人でも何でもないけど、のじゃろりに付き従ってよ。パイが見してるハゲだったのかよあいつ。まああんなのじゃろりに命令されたら俺もハゲやヒゲみたいにホイホイ命令聞くと思う。ハゲがブライ、ヒゲがドゥースト。精神魔法特化の一族とかめっちゃ怖い。精神魔法だとマジで1級以上だからな。この子はまともな精神性だから大丈夫。結構ムチムチしてて好き。喋ってる時ずっと胸元ばっかり映されててかわいそう。アニメでおパイ大きくてびっくりした。癖になる声で超セリフ喋るからかわいい。お、パイ大きいから好き。今後再登場はあるのかな。エーデルは原作だとこの後の長編で活躍するくらいに、試験編は今後のキャラ紹介編。